ワールドシティロンドンに世界を代表する優駿たちが集います。ワールドブリーダーズカップクラシックのスタートです。ゲートが開いた。8番デビッド・ジュニアがちょっと立ち遅れ。果たして何が行くのでありましょうか。ノットナウゲイト、先頭シリウス・デズエグル。内を通ってスルスルとシャドウゲイトが上がっていきました。シーザースターズ、そのうちにバラヌール、そしてその後ろから2番ワイワード、11番ウェスフルさん、7番ミリタリーアタック。今日も勝利をつかむか。ハーモニーボムとエビナ騎手、これをマークするようにバルバトスセイバー、外を通りまして12番ユーゴールド、一番後ろにデビッドジュニア。もう一度整理しましょうか。先頭行くのは3番シャドウゲイト、3馬身リード、ちょっと離れて9番ノットナウケイトでやります。その外からは10番シリウスデズエグル、そして4番手にシーザースターズでやります。それから1番バラヌール、そしてその後ろから2番ワイワード、それからもう1頭ウェスフルさん、この辺りちょっと離れているミリタリーアタック、5番ハーモニーボム、いい感じで上がっていく。そして1番人気のバルバトスセイバー、なかなかいい感じ。それからこれも人気を集めておりますユーゴールド。金の根に包まれて真夜中の直線勝負が繰り広げられます。黄色い帽子ハーモニーボムが先頭。さあ先頭はハーモニーボムが3馬身リード。内からはシリウス・デズエグルが来ている。先頭は5番ハーモニーボム、先頭エビナとハーモニーボム、ハーモニーボム先頭。これはハンシーレース1着ハーモニーボム。 WBC にかけた陣営の執念、これで胸を張って SWBC へ行けるぞ。